どうも、ライブです。というわけで今回はですね、前ね、イギリス、在住のですね、イギリスでね、ファンドオブザイヤーも取ってるですね、もう本当プロの投資家の人に、まあこれからね、今特に時代が混乱してますから、こういう混乱してる時代に、ですね、やっぱり投資家って儲かるわけですよ。で、そういう人たちってどういう判断をして、この時代を読んでいくのって話を解説してもらって、で、それはすごい好評だったんですね。で、今日の一応番組タイトル下の説明欄と、この動画のコメント欄のところにですね、その時の放送、が入ってます。で、一応前半は YouTube でも、見れるようにそっちのリンクも入ってますんで、結構すごいですよ。なんかね、例えばほら、ニューヨークの株式市場がめちゃくちゃね、バコーンと落ちたみたいな話ありましたけど、あれも、ほんと直前に、前日に予言してたんですよ。その投資家の人が。で、話してて、で、こうなったらこうなったらっていう話したんですけど、で今回は、まあ、やっぱり、ね、まあ、投資判断もそうだし、あとはまあ投資をそんなにしないって人も今すごい時代がすごいことになってる時にですね、やっぱり小さな判断ミスとか、にですねしがみついたりとかして、まあ、いわゆるこう取り返しがつかなくなっちゃうこととか結構あるんですよ。じゃあ例えば投資でも使えるし、まあ、そういうまあね、自分の人生に関する判断でも使える判断力を上げる方法ていうか、むしろそのなんていうんですかね、こう例えばこう変な思い込みとかにとらわれたりとかしないで行動できるようになる方法ってないのってことを今日はご紹介したいと思います。でね、まあね、最近のね、その、市場の大荒れのおかげで、なんだろう、ね、これはもう今間違いなく買いだっつって買ったら翌日また 8% ぐらい下がって、で買ったらでまた 8% ぐらい下がってみたいな風にですね、こう底値だと思って買ったら結局底値じゃなかったみたいな、問題が結構今起きてるじゃないですか。でそういうことをですね、じゃあ防ぐに、まあ、どうすればいいのかっていうと、まあ、当然なんですけど自分を冷静に保つ必要があるわけですね。まあ、やっぱり市場が大きく動いてる時とかってやっぱ周りに影響されやすいんですよ。実際に例えばギャンブラーとかを、対象にした研究でも結構面白いことが分かってまして、ギャンブルをするとき、例えばブラックジャックでもそうだし、まあ、何でもそうなんですけど、そのギャンブルするときって周りに同じテーブルで大勝ちした人とか大負けした人とかそういう人が出てくると、実はね、自分の判断でめちゃくちゃ狂うんですよ。それぐらい人間って周りの判断に影響されやすいんです。で、あとは自分のその過去の経験とかそういったものにですね、あまりにもしがみついてしまったりとか、あとよくあるのはサンクコストバイアスって言って、まあわかりやすく言うと、今じゃあ例えば200万をかけてしまったと、200万を、ただ投資したんだけれども、その200万がもう、失敗してすごい目減りしたと。でこの200万分の損を取り戻すためにもう500万投資しようみたいな、そういうやつですね、サンクコストバイアスって言うんですけど、でこういう変なバイアスを取り去らないといいタイミングっていうのは見極められないんです。もっと値段下がるかもしれないって待ってたら、例えば急に値段が上がり始めちゃったりとか、あとは株安く買ってももっと上がるかもと思ってたらこう落ちちゃったりとかっていうことがやっぱあるわけですよね。でそういうのを防ぐにはどうすればいいのかってことを今日は、前回はその投資家の、方とですね対談だったんで、そのいわゆる投資的なファイナンス的な観点からご紹介したんですけど、今日は心理学的な観点からそういう投資判断を研ぎ澄ませる、結局投資っていうのはそのみんながやってるから例えばやろうっていうのは、一番やっちゃいけないパターンなんですよ。例えば今じゃあ交通機関が使う人が少なくなってるから航空会社とかあとは JR さんとかそういう会社の株を買ったらもね今安いから儲かるんじゃないかみたいな、いつか戻るからみたいなこと言う人いますけど、それもわからないわけですね。そんなみんな考えるわけじゃないですか。でそういうのじゃなくて、ちゃんと自分の頭で考えて、かつ流されたりとか変な思い込みに支配されないで投資判断を行うにはどうすればいいのか、これですね、はっきり言います、瞑想です。はい、実際そういう研究があるんですね。マインドフルネス瞑想って言って、自分の頭の中にですね思い浮かんでくる、まあ、いろんなですねこう、思い込みとかもそうだし、あとはいわゆるこう、なんていうんですかね、感覚、例えばこう普通にここで瞑想するんだったらこうやってやって、上がる赤いとかで瞑想するんですけど、この瞑想するときに頭の中に思い浮かんでくる感覚とか、この、風が当たる感じとか、こう潮の満ち引きの音とか、いろんなものに僕らってこう注意力を持ってかれるんですけれども、こういうのをこうなんだろう、こうただただこう一歩聞いて実況するみたいな瞑想がこのマインドフルネスって瞑想です。だから何にも自分では考えないんだけど、周りで例えば風が吹いてるなとか、水の音がなんかするなとか、少しね直射日光がね熱くなってきたなとか、なんかそういう風に自分の体の感覚に集中してこうひたすらですねこう実況するだけみたいな、まあ、そういうまあビバッサナーとかねマインドフルネスとか言いますけど、まあ、そういうですねこのマインドフルネスに関するですね、瞑想っていうのが実は人間のこう非合理的な、判断をですね減らしてくれて、でこれが実は投資に役立つ。例えば損切りが早くなったりとか、損切りがちゃんと適切なタイミングができるようになったりだとか、その市場のですねその大荒れしてる動向だったりだとか、市場のこの圧力に負けないで、自分の頭にちゃんと考えた通りの判断ができたりとかするよってことがですね言われてるわけなんですね。でこれ実際にイニシアド
のですね、研究とかでも例えば出てまして、マインドフルネスとサンコストバイアスに関する研究とかを見てみると、まあ、サンコストっていうと、まあ、さっき言うと、ほら、やったみたいなやつですね。まあ、200万かけちゃったから、ね、それがね、その、明らかに損するって分かった時に、ね、取り戻すためにもう500万かけちゃうみたいな話とか、あとは分かりやすく言うと、映画を見に行ったらするじゃないですか。で、1800円払って映画館に入ると。で、もう冒頭で、あ、この映画ダメだ、絶対つまんないってことを確信しても、でもその1800円払ったからもったいないから最後にまで見ようと思っちゃうのが、これサンコストバイアス。ですね、冷静に考えたら1800円今の映画の話だったら1800円払った上で、ね、しかも2時間とか時間を使って映画見るわけじゃないですか。そしたら時間もお金も損しますよね。だったらその1800円の損だけにとどめておいて損切りして、ね、残り2時間を有効に使おうって考えた方が、まあ、合理的っちゃ合理的じゃないですか。でも人間はこれはできないんですよ。なんでかっていうとこのサンクコストバイアスっていう一回その自分がそのかけちゃったものに対してそのいわゆるこういうね、よりですね、こう損を重ねてしまうみたいな、まあ、明らかに損だと分かってるのに損切りできなくて損を重ねたりとかしてしまうっていうのがですね、このサンコストバイアスなんですね。はい。まあ、もったいない精神といえばね、聞こえはいいんですけれども、投資でこれやるとやばいことになるよっていうのはですね、まあ、皆さんご存知の通りだと思うんですけど、そんな、内容なんですね。で、これ実はですね、このマインドフルネス、瞑想のですね、トレーニングを行ってもらうと何が起きるかっていうと、さっき言ったみたいに瞑想って、周りで起きていることただただこう一歩一歩こうやって観察し続けるのが瞑想なんですよ。で、こうすると何が起きるかっていうと、例えばその今言ったみたいなその損切りをしなくちゃいけないっていう状況になった時も自分が今までいくらかけたかとか、自分は、これにどれぐらいですねすでに損をしてしまったかってことに変に執着しなくなるんですね。まあだから分かりやすく言うと過去のその判断とか過去のミスとかに縛られてミスを重ねるのではなくて今この瞬間に一番、いい選択は何だろうか未来をつかむために一番いい選択は何だろうかってことをちゃんと考えることができるようになるっていうのがこのマインドフルネスのメリットなんですよ。そう。いわゆるこう、過去にかけてしまったコストとか、そういうものにですね、こだわらなくなると、変な影響を受けなくなるってことがですね、分かってるってことなんですね。実際にこのマインドフルネス、瞑想っていうのは、じゃあ具体的にどういうふうにすればいいかっていうと、一番簡単なのは、妨瞑想って言って、これちゃんと心理学でもちゃんと出てるんですけど、呼吸に注目する瞑想です。まあ、それこそあぐらをかいてもいいし、楽に座って背筋伸ばして、楽に呼吸ができるようにして、4秒かけて吸って、8秒かけて吐く。吐く息の方を長くするのがポイントで、人間で吸ってる時にはですね、緊張して、吐いてる時にはリラックスするようにできてるんですよ。だから4秒かけて吸うことによって、普通にね、呼吸を、取り込んで、空気を取り込んで、で、8秒間かけて吐くことによって、よりこうリラックスしやすくなるというか、副交感神経が優位になっていくと。いうふうに言われているので、リラックスの時に使う場合にも、やっぱ吐く息を長くするというのがポイントなんですけど、大事なのは注意力のコントロールで、自分の呼吸にその注意を向けたまま息を吸って、吐きますよね。で、これ何回かこうやって瞑想してると余計なこと考えるんですよ。例えば今そこにカラスが来ましたけど、なんかカラスが近くで鳴いてる音すんなみたいなのとか、そういうの考えますよね。そしたら、違う、今自分はカラスに注意が向いてるけど、僕は注意を向けるべきにすんげえそこまで来てんな、注意を向けるのはカラスじゃなくて呼吸だというふうに注意がそれたら呼吸に戻す、それたら戻すってことをやると自分のその注意力をコントロールする筋トレみたいになるんですよ。まあ要するにほら、筋トレするときにバーベルをこう上げて下ろして上げて下ろしてっていうのと全く同じで、このそれた注意力を戻すってことが実は瞑想のトレーニングの一番大事なところなんですね。で、これ何ができるかっていうと、こうすると余計なところに注意を向けなくて済むようになるので集中力が上がったりとか、例えば動詞の場合も、いやこういうポジション取りたいけどちょっと怖いなどうしようかな、いやでも取った方がいいんだけどなみたいな風に迷った時に、その自分の注意力をちゃんとですね、戻すことができるんですよ。今自分は周りに流されてるな、客観的に見たらと。これ良くないから、一回戻そう、みたいな風にですね、自分でこう注意をコントロールすることによって、冷静さを保つことができたりとかするようになるよってやつなんですね。はい。で、僕もね、これやっぱ瞑想ね、ずっとやってますけど、だいぶね、やっぱり注意力のコントロールとか、変なですね、こうバイアスとかに流されなくなって、まあだから好き放題発言してるなんかもそうですけどね、そう、自分の独自のポジションが取れるようになるわけですね、投資でも。で、実際にこれ、マインドフルネス瞑想って8週間ぐらい続けないと、なんか効果が出ないんじゃないのみたいなですね、話とかも出てるんですけども、今日ですね、一応参照してる研究だと、たった15分間、瞑想をですね、した後に、判断するだけでもですね、いわゆるその判断能力が上がったりとか、そのサンコストバイアスとか、まあ、いわゆる投資でね、失敗をですね、につながってしまうようなバイアスからですね、自分をこう、なんか引き戻すことができたってことが分かってるので、結構ですね、でもこの研究だったらあれですよ、
まあ、そういうね、例えばこうね、お金をね、これ以上かけ続けるかどうかってことに対しての研究ですけど、それ以外でも、やっぱりこう、認知能力、頭の回転とかが速くなったりとか、処理能力が速くなったりするので、瞑想は。そういう意味で言うと、まあ、おすすめは15分から20分ぐらいの瞑想を毎日続けた方がいいんですけど、もしやるんだったら、まあ、その、いわゆる短期でバイバイする人とかだったらね、あれですけど、自分がこう、ある程度長期的な目線でポジションを取るんだったら、その、例えば市場が、株式市場が始まる、まあ、30分とか前にからちょっと瞑想して、で、こう自分の感覚を研ぎ澄ませてから、こう、スタートするのを待つとか、そういうことをやってあげるとですね、まあ、よりですね、効果が高くなるんじゃないかな、ということが言えるというお話でした。はい。で、一応瞑想の効果っていっぱいあるんですけど、まあ、主に投資とかビジネスで役に立つですね、面をご紹介しておくと、まずですね、1日15分、習慣にするだけでですね、決断力が上がるという研究があります。はい。で、これなんでかというと、ネガティブな感情にですね、振り回されづらくなるんですよ、瞑想って。で、こうすると、まあ、いわゆるこう、ポジティブなムードっていうのが高まってくるので、合理的な判断ができるようになってくるわけですよね。これなかなか面白いと。はい。二つ目がやっぱり思い込みに左右されづらくなります。やっぱりなんで自分はこんなこと考えちゃったの、投資するときとかもそうだけど、いやこういう思い込みに自分はやられたなと分かってるのにな、今思えばっていうのとか、あとは投資じゃなくてもなんであんな判断しちゃったんだろう、今冷静に考えればおかしいって分かるのにみたいなこと皆さんあると思うんですけど、こういう思い込みにされ左右されなくなるというですね、研究とかもあるんですね。うん。で、あとはですね、もうちょっと時間を使っていただいて、20分の瞑想ですね、例えば週4回とか行ってあげると、週4回、まあ、だから1日おきとかに毎日20分、1日おきに20分の瞑想を習慣にするだけで、集中力が 1.5 倍になるよって研究があったりとか、あとはですね、さっき言った8週間の瞑想をじゃあガチでやったとすると、どうなるかっていうと、1日30分の瞑想を8週間とかやる研究とか見ると、脳の血流がアップしたりとか、あとは脳のですね、いわゆるこう、灰白質って部位ですね。うん。でこういう部位が、ね、こう肥大化するとかってことが分かったりとかしてるんで、これ結構本当にね、リアルに脳を鍛えるための方法なんですよ。そう。だからぜひですね、特に投資とかされる方なんか脳が資本だと思いますんで、ぜひ、まあそういうところをですね、学んでいただいて、まあ、こう今ね、こう変化が激しいとか激動の時代になっちゃってますから、いい判断をね、していただけるなというふうに思います。はい。で、今日はですね、まあ、そんな方のためのおすすめの本もご紹介していきます。今日のおすすめの本は、ファスト&スロー、あなたの意思はどのように決まるかっていう本ですね。これは、ノーベル経済学賞を取ったダニエル・カーネマンさんが、いわゆる心理学的な、こう観点から人間のですね、その経済的な不合理な行動っていうのにですね、目を向けると、いうことをですね、やってる本なんですけども、なんとなくわかると思うんですけど、そうですよね。投資の儲けっていうのは、その多くの人たちの不合理な行動を、読めた人っていうのがやっぱ儲かるわけですから、そういう意味で言うとこういうね、人間の意思決定に関する勉強っていうのは絶対しといた方がいいと思うんで、ぜひファスト&スロー、チェックしてみてください。あと僕は大好きな、まあ投資家の本ですね、ハワード・マークスさんの本ですね。こちらの本もですね、番組タイトル下の説明欄の方に、おすすめの本として入れておきますので、ぜひチェックしてみてください。で、今日の続きなんですけれども、今日の続きはですね、もうこの前、まあ、ちょうどそのニューヨークの株式市場がね、こうね史上最大の、まあ最低と言ったらいいのか、最大のですね、暴落をしたっていうふうにですね、ニュースになってましたけれども、まあ、あれの話とかをですね、その前日にしてるっていうですね、なかなか面白い、放送です。をご紹介しておきます。英国投資家に学ぶこれからの株と経済の読み方ということで、これ番組タイトル下の説明欄と、この動画のコメント欄の方に、入れておきます。で、前編は、前編というか、まあ、前半の3分の1ぐらいですね、ぐらいは、YouTube でも、見れますんで、ぜひこの後チェックしてみてください。結構面白いですよ。はい。で、その後ですね、後編の部分はニコニコの方でご紹介してますので、ぜひですね、まあ、フルで最初から見たい方は後編から、見ていただくといいかなというふうに思います。これね、1回の放送でどれぐらいそのニコニコに人が入ってくれるかってのって、結構僕、ね、いつも見てるんですけど、今までのね、最高記録がね、1000人ぐらいだったんですよ。1日1000人とかだったんですけど、実はこの、英国投資家の、まあ、草さんって僕はオックスフォード行った時とかにいつもお世話になってる、ね、投資家の方なんですけど、一応イギリスでね、ファンドオブザイヤーとかも取ってて、で、あとオックスフォードのなんかアドバイザーとかも、オックスフォード大学のアドバイザーとかもやってる、まあ、すごい方なんですけど、この放送ね、新記録塗り替えちゃったんですよ。1500人以上入ったんですよ、この放送だけで。そう、有料にですよ。だから今までの 1.5 倍、評価されたっていうすごい放送なんで、確かに結構勉強になります。ただやっぱ今見ないと、意味がないと思うんで、まあ、要するに混乱してる時代にどういう考え方を投資家はするのってことをですね、まあ、投資的な確定的な立場と、あと僕の心理学的な立場と両方から議論するっていう話なんで、ぜひですね、この後チェックしてみてください。次、英国投資家に学ぶこれからの株と経済の読み方は、ぜひ番組タイトル下の説明欄、また動画のコメント欄から見てみてください。無料でも3分の1ぐらいは見れるようにしてありますんで、ぜひ勉強してみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。